次で最後の曲に早くもなってしまうわけで、次はいつもやってる曲で愛してほしいという曲です。今言った通り、次最後の曲です。今日が4日目で東京来てね、屋根裏には2日目なんですけど、やっと終わった。まああまり今2部やった曲なんかは完全にハードロックって感じで、まあ誤解されてもしゃあないんでしょうね。ほんで一部でね、ああいうことをやったっていうことについて、まあいろいろ思われる方もおるでしょうが、まあこういうバンドがあってもいいんではないでしょうか。僕は東京の人間だからと、東京の言葉で喋ってるけど、このベースの福井剛は大阪弁大阪弁じゃん、まあ、京都だろ京都の宇治です。僕は今そこに住んでいて、元東京人でありながらそういうとこで、関西弁に浸っております。あまりこっちじゃもうあっちのああいう雰囲気ってのは全然ないしね。まあ別にライブハウスみたいなのな、役目みたいなのも違うみたいだし。ただソーバットレビュー知ってる人がいたら大体なんか分かるんじゃないかと思うよね。じゃあ最後の曲、あなたは私は
もありがとう。